柳谷三五郎は落語家の名跡。柳派に属する。柳派縄門、花火氏族に、初代柳谷三五郎は落語家。本名は山口慶造。横浜生まれで、家業は運送業。セントジョセフインターナショナルカレージ出身で、少年時代から外国人商社で働いていたため、話し家としては珍しく英語が堪能だった。落語が好きで、 素人落語を長らくやっていた。1910年頃、に四代目立花屋、縁高氏に入門し右縁京、1912年、市小縁、京の死後は1913年に二代目、段州郎燕枝門下に移籍し、燕巣となり、後に三代目、柳谷子三門下で三五郎を名乗った。1916年5月に、新内昇進、大正期を代表する、 人気落語家の一人で枕に英語を入れるなど、ナンセンス落語が大いに受けた。1926年に東京落語協会を飛び出し落語協会、俗にサンゴロウ協会を設立。1927年に五代目、三遊亭演唱が協会へ加わるが、1930年、サンゴロウ協会を解散。東京落語協会に戻るも1932年。 再度離脱。1938年に、異んで没。去年63。なお、亡くなる直前一時期の弟子、新章の次男三代目古今亭、新章の本名、強次ぎは三五郎が名付けたとされる。得意ネタは、九段八景、寝床、狸、お直し、締め込みなど。古典落語に大胆なアレンジを施して五代目新章などに伝えるなど。 現在に影響を与えた点では、初代、三遊亭窓かゆう、初代、桂春ラハと並ぶ功績を挙げている。タヌキで、タヌキが札束に化けた時に使う、生けねえ札から、のみが出てきた。というのは、三五郎の作ったくすぐりである。その他には、梶ジカで奥間にピストルを持たせたり、飛行機に乗って女郎街に行くなどの奇想天外な演出を行っていたために、 無名時代は仲間内の評判は良くなかったという。最初の師匠園、今日を崇拝しており、俺が死んだ時は師匠からもらった袴が大事にとってあるから、それを履かして棺の中へ入れてくれ、と言い言していた。残されている SP レコードは、役払い、嘘の皮、異種返し、メガネや泥棒、タヌキ、見せ物風景、宴会の他にコント風の 花嫁十人、耳鏡などがある。二代目、柳谷三五郎は、落語家。本名は、北村宗平。最初は、初代の門下でゴンタイラ、1921年5月に、五落となり1922年10月に、柳谷三太郎、1924年9月に、三吉、1927年1月に、初代柳谷菊五郎、 1946年に二代目、三五郎襲名。三五郎協会では、重宝されたが解散後は不遇となり、奉還に転じたこともあった。三五郎を名乗ったものの目立った活躍はしなかった。四代目、柳屋三五郎。本名は、平野健作。東京都板橋区生まれ。岩倉高等学校運輸課出身。門は、丸に花火師。出林は、おそづけ。 ありがとうございます。